トドハリア一世はヒッタイトの大王。衰退したヒッタイトを中興し、彼をもって新王国時代が始まるとされる。トドハリアはヒッタイト新王国時代の祖とされる中興の王ではあるが、その記録は後に書かれたかあるいは筆写されたもので、同時代の資料はほとんど存在しない。そのため文書の文面からの解釈に頼らざるを得ない状況であり、そもそも トゥドハリアという名前の王が何人いたのかも確定しておらず、文面には単に名前のトゥドハリアと記されるのみで何代目のトゥドハリアかは明言されないので、それがどのトゥドハリアにあたるのかは文脈から判断せざるを得ないのが実情である。このために生と同一視してトゥードリア,アイ2と表記されることさえある。このような状況であるため、その在年代や 期間も確定は難しい。エジプトのファラオとの同時代性に基づいて、大体の年代は推定されているが、それによれば、トドハリア一世が在位していたのは、後位年代変年で、紀元前1460年から1440年、中位で、紀元前1450年から1420年、低位で、紀元前1420年から1400年といった具合である。 しかしこの同時代性を手がかりとした年代決定も19世紀の研究法を無批判に引用しているものであり、さらに科学的な再検討が待たれるところである。さらにトゥドハリアの出自も不明である。一般に、フッツヤセ世あるいは、ツイダンタセ世の息子あるいは孫とみなされているが、フッツヤセ世の未亡人種ミリの夫とする説もある。ハラプトの条約文書で、トゥドハリアは、チンが、 玉座に登った時と述べているが、通例では、陳が、父の玉座に登った時と書くのが普通なので、トドハリアは王であったフッツヤやチダンタとの、血縁関係になかったと見ることもできる。文書によれば、トドハリア一世以前の最後の正当な王は、フッツヤ二世であったが、ムワタリ一世に散脱された。フッツヤの未亡人、シュミリは二人の息子をそそのかして、ムワタリを殺させた。 しかし、テリピヌ法典では、王を殺した者は王位につくことは許されないと、定められていたので、別の兄弟のトゥドハリアが王位についたとされる。また、ムワタリの護衛隊長ムワシュが、王の仇を取って、シュンミリと、その二人の息子を殺しムワタリ派を急合して、フルリ人と同盟したが、トゥドハリアがフルリと戦って王位についたとも言う。さらには、トドハリア自身が、フッツ殺害の黒幕で、 シュンミリと再婚してその連れ子に、ムワタリを殺させたとする説さえある。ミタンニの藩と紀元前1440年頃、エジプトのトトメス三世が、ヤムハド王国を含むシリアの大部分を征服した。しかし、紀元前1436年頃に、エジプトに対する反乱が起き、この地域はミタンニの支配下に置かれる。この状況に乗じてトドハリアは、 ヒッタイトの南東に隣接するキズワトナと従属条約を結びシリアへの進出を開始する。トドハリアはミタンニに勝利しハラプを再びヒッタイトの支配下に収めることに成功した。ヒッタイトは南方との交易路に関心を持っていたとされる。一方東方のユーフラテス側の対岸にあたる医師はアジジ、ハヤサに対して遠征を行った。 北方の産地に住む歌手家族に対する討伐も繰り返したが、こちらは決定的勝利を収めることはできなかった。カシカはこの時代以降勢力を強めて、筆体と帝国の深刻な強敵となるため、この時代に北方から移住してきたのではないかとする説もあるが、真相は不明である。トドハリアは、さらに西方のアルザワ国、セハカワの国、そして、 ヒッタイとの属国に攻撃を仕掛けたアイアーのアッタルシアス王と戦った。トドハリアはまた、アシワ国と戦ったが、その位置は確定されていないものの、この国名がアジアの語源となったという。さらにトゥドハリアは、その一国タルーイサを呼びウィルザヤに言及しているが、この国名はトロイア、イリオスを指すと考えられている。トゥドハリア一世当時のものとされる。 制度性神像、伝道ブレキ出土。アンカラのアナトリア文明博物館像トゥドハリアの知性からヒッタイトの文化、とりわけ宗教の面で急速に古理化が進んでいく。このため、トゥドハリア自身が古理人の血を引いているのではないかという説もある。トゥドハリアの王妃は、上記の通り人間関係が錯綜しているため、確定していないが、アルワムナ王の娘とされるニカルマティ、 その娘で、キズワトナ出身とされるアシュムニカルなどが候補として挙げられており、このうちアシュムニカルはフルリ人の血を引いているという。トゥドハリアの後は、無婿養子とされるアルヌワンダ一世が継いだが、トゥドハリアの築いた帝国は、急速に弱体化し、シリアを未完にに奪われることになる。聖書学者には、旧約聖書の創世記14章一節に登場するティドアル王は、 トドハリア一世のことではないかとする説もある。ありがとうございます。